ートピアノの向かいのパブに一緒に泊まってるベトナムの彼とあのスペインの彼と2人で3人で来ました。さっきまで一緒にベトナムの彼と飲んでたのはこちらのレッドピアノというパブです。2階でずっと飲んでました。でその向かいがここです。で結構音楽が鳴ってるのでもしかしたらちょっと無音になってしまうかもしれないですけども、こんな感じで飲んでます。最後じゃないんですけども、あと残り2日を楽しんでます。で、あちらに見えるところがすごいなんかうるさいあのパブです。ちょっとこの音楽を拾っちゃうとちょっとあの YouTube とか削除対象になっちゃうかもしれないので、もしかしたら削除されちゃうかもしれないですけども、50セントで飲めます。かなり お得でですね、この店員とかもすごいいい人なので、あのぜひレッドピアノの向かいのパブも来てください。店員の人もすごいいいと思いますんで、あの日本人にも慣れてますから、あのぜひ来てみてください。はい、以上があのシェムリアップ のレッドピアノの向かいのタブからでした。50セントビールぜひ飲みに来てください。さあ今の11時半です。夜の11時半、結構この時間になってくるとお客が少なくなってきます。こんな感じで交通量も少なくなってきます。Oh, your hotel is very near.